将棋将棋の先方振り飛車中飛車先手、中飛車先手中飛車は、将棋の先方、振り飛車先方のうちの中飛車の一つ。主に先手で指す、先手特有の手順で組める陣形の中飛車を表す。第一から一図のような先手の原始中飛車の構えは、先手中飛車の代表例で、先手なら、第一から二図のように矢倉模様の手順から六六、銀と上がり、 以下8五歩に7七角で飛車先不交換型の原始中飛車に無理なく組むことができる。この構えは後手伝いでは2手目に4二銀と嬉しの流のような手順から第1から3図のように持ち込む必要がある。第1から3図で2五歩でもここからは3四歩で2、2角なりには同飛があり、2四歩同歩同飛には7七角なり同銀、3三角がある。 初手七六歩に八四歩なら五六歩とし、五四歩なら五八広くに銀五五歩から五筋交換型中飛車に構えることが可能である。以下同歩同角に四二玉、または五に金右。八五歩や三四歩などであると六二二銀がいるので、三三角なりの両手で積みとなる。他に五五歩同歩同飛もあり、このため手順中、五手は五六歩に六二銀や三四歩で五五歩とくらいを、 取らせて刺す刺し方が登場した。一方で、初手7六歩に3四歩とされると、五六歩には八八角なりがあり、同銀同飛どちらでも五七、角の内から馬を作る順がある。この他、三四歩に五八飛としてから刺す順もある。これも中飛車では八八角なり同銀に四五角、などの筋がある。これには五六角などの合わせで、 先手も二三角なりを狙う指し方で応戦する、順などや、五六歩に七角なり五五歩で同歩なら同飛、四二玉に五飛から二三飛なりを狙うなど、あえて馬を作らせて指す指し方もある。したがって、五手も八四歩とし、先手も五六歩として一局の展開となる。以下五四歩に二二角なり同銀二五三角で、あると、以下四四角八六角なり九九角なり七、七桂。 または7八銀4四番の乱戦も予想される。5四歩に変えて6二銀なら5五歩など。戻って5四歩に、先手は4八玉とし、そこで4二玉なら、先手から2に角なり同銀7五角がある。従って4八玉に6二銀とし、3八玉に8五歩であると2に角なり同銀 ここほど、不動飛もしくは、6二銀二五五歩、同歩同角同角同飛4二玉五八、飛五五歩などで一局。先手は五筋不交換前に三八玉もしくは七、八金を入れておかないと、序盤は常に四五角の筋が生じている。なお、手順中の八八角なり同飛は、大野流の向かい飛車という別の戦術として知られ、 以下五七角と打たせて六八銀から五七銀と、左銀を活用するのと、角を早くに手放させて一者側の攻めを緩和している。七六歩に三四歩五六歩には、大野流の向かい飛車の他に、第二から一図のような中飛車もあり、タランチュラと呼ばれている。一課先手はに八銀六八角一七銀、二六銀,銀として、相手の馬を目標に局面をリードする戦術。 初手七六歩に三四歩については、あと哲外の有力戦法として知られる、ご機嫌中飛車のケースを見てみると、七六歩三四歩に六歩に五四歩とつくことができる。ここで二二角なり同銀5・三角には今度は二六がついてあるので四二角で馬を作る順が防がれている。これを応用して7、七六歩三四歩には九六歩や一六歩などもあり。 そこで8、4歩ならば5、6歩がある。ただし5手も8、4歩のところ6、2、銀や、端歩付きなどで様子を見る順もある。こうして、現在では、初手5、6歩も刺されている。これは、平目先戦法でもともと刺されていた手であるが、これなら2手目3、4歩ときても、5、2、5、4歩、7、6歩の時、角交換から5、7角も4、5角も防がれている。また7、6歩に変えて6、8、銀とし、 八四歩、五七銀、八五歩七六歩の順は、第一から三図で解説した、後手中飛車と似た展開が予想される。第三から一図は、初手から五六歩、八四歩、七六歩、五四歩、五八、非八五歩七七角、六二銀以下、数手進み、三四歩と角道を開けてきたところに六、六八銀とした局面。先手のこの後の狙いは、角交換をさせての左銀の進出。この 中飛車から交換するのは7 7に、一旦角が上がっているから手損になる。第3から2図が、スーって進んだところ。中飛車側は 66277K 型に組みたいが、小手拒飛車側の右銀が64にまで進出しているので、この場合は66歩として、少し銀に、風で対抗の構えの方が、先手はタイミングを見て65歩55歩,歩同歩、同飛を狙うことができる。 ありがとうございます。